この女の人めちゃくちゃ不謹慎だなと、こんな不機嫌な人と会話するのも楽しくないし、お茶代も払ってあげたくない、プンプン。なお、こんにちは。プレシアの木島です。本日はモテない人がやっている悪習慣というお話をしていきます。この動画を最後までご覧いただければ、知らず知らずのうちにやっていたモテない言動に気づくことができ、それを改善するきっかけになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。自分がお見合いを申し込んだ時に相手から即お断りされたとか、あとお見合い場所に行ったらですね、プロフィール写真とは似ても似つかないような人がそこに立っていたとか、そういった場面に遭遇した時ものすごくイライラしてしまって、私は不機嫌なんですよっていう不機嫌オーラを周りに撒き散らす人もいればですね、穏やかにそれを受け止めてやり過ごすことができる人がいるんですよね。じゃあこの両者の違いは何かっていうと、まず穏やかにやり過ごすことができる人っていうのは、その周りのものに対しての期待度が低めなんですよ。で、反対にすぐにイライラしてしまう人は、周りの事柄に対して期待度がめちゃくちゃ高い、期待が高いからその期待に応えられないものに対してはすぐにイライラしてしまうっていうことになります。で、例えば海外旅行に行ったことがある人だとわかると思うんですが、私昔ですね、韓国に旅行に行ったことがあります。私が行ったエステだとか飲食店の店員さんをですね、やることがないと椅子に座ってずっとこう携帯をいじくり回してるんですよね。で、これ日本でそういった店員さんを私が見かけたらですね、おそらくなんかすごい態度悪いなとか、何なんだろうこのお店はっていうふうにちょっとイライラしてしまったと思うんですよ。ただ、韓国ってこういうもんなのかなと、その韓国のお店の人に対しての接客の期待度っていうのが下がったので、その店員さんに対して私はイライラすることはありませんでした。じゃあただこれ日本で同じようなことをする店員さんがいたらどうだったかなって考えた時に、ちょっと多分イライラしちゃったんじゃないかなと思います。で、それは日本の接客がいいからなんですよね。そして私が日本の接客に対して期待度を高く設定しているために、そういった店員がもしいればイライラしてしまっていたんだろうなと感じます。で、この YouTube に対してもいろんなコメントが日々つくんですよね。で、私のこういった動画チャンネルを見てコメントを書いてくださる方がいるんですが、その中には、私はこの動画を見たんですけど私はそうは思いませんとか、その意見は間違ってると思いますとか、そういったコメントがつくこともあるんですが、そのコメントを書いた人もおそらく私に対しての期待度が高めだったんだと思います。なぜなら私がその動画の中で自分と同じような意見を述べていなかったから腹を立ててですね、私はそうは思いませんっていうコメントを書くまでに至ったんですよね。で、それぐらい相手に求める期待度が高ければ高いほどイライラすることも増えてしまうんですよ。で、これ別に一人でイライラする分には関係ないじゃないですか。周りの人たち巻き込まないんでいいんですが、こういったことを繰り返しているとですね、やはり周りの人に悪影響を与えてしまいますし、結果的に嫌われる存在になってしまいます。でね、せっかくなら嫌われたくないじゃないですか。みんなから好かれたいですよね。じゃあどんな人からも好かれるにはどうしたらいいのって思いますよね。ご安心ください。それについてね、今日は改善点を2つお話ししていきます。まず1つ目は非常に簡単ですね。物事に対しての期待度を下げることです。じゃあどんな風に下げたらいいかっていうと、小さいこと、今まで意識してもいなかった小さいことに対して一つずつ意識を持って感謝すること、これが大切になります。じゃあどんなことに感謝をするかっていうと、まずはお見合いができる環境に身を置けている、これだけでもありがたいなとか、婚活に避けるお金と時間が自分には十分ある、そういった時間を与えてくれている会社にも感謝だし、そういったお給料を十分与えてもらっている会社にも感謝しないといけないなとか、このように普段当たり前だと思っていること一つ一つ意識を向けて感謝すること、そうすることであなた自身の幸せ感度が小さかったものから大きいものに変わっていきます。こういったことって普段意識しないと本当に忘れると思うんですよ。で、例えば災害が起きた時に家の水が出なくなった、電気がつかなくなった、そうした時に初めて当たり前だったことに対して感謝を示すことができるとか、健康だった時には気づかなかったけど病気になって初めて健康の大切さに気づいたとか、人って何かあってからじゃないとその当たり前のことに感謝することってできないんですよね。だから皆さんにはこの動画をきっかけにしてもらって、日々当たり前だと思っていることに意識を向けて感謝をしてもらう、そうすることによって上がりすぎていた期待値をぐぐんと下げることが可能になります。で、2つ目はですね、相手の立場に立って物事を考えることです。もしお見合いに行った時に
に相手の女性が何かイライラしていた、不機嫌だなと思うことがあった。で、そうすると大抵の方っていうのはその女性に影響されて自分もイライラしちゃうんですよね。なんでこの人こんなにイライラしてるんだろう、せっかく1時間お見合いをして、なんなら僕がお茶代を払ってあげてるのに、この女の人めちゃくちゃ不謹慎だなと、こんな不機嫌な人と会話をするのも楽しくないし、お茶代も払ってあげたくない、プンプンっていう感じで腹が立ってくると思うんですけど、じゃあ女性と一緒に腹を立てたところで何の解決にもならないし、成長にもつながらないじゃないですか。だからこういう時は冷静にですね、客観的にその女性を見て、そして観察をすること、目で見えるものだけじゃなくって、この女性はなぜ不機嫌なのか、その背景には何があったんだろうっていうところまで観察することなんですよ。例えばそのお見合い自体が夕方から開始であれば、その女性は今まで仕事をしてたんじゃないかな、じゃあその仕事でイライラすることがあったんだろうなとか、寝不足でイライラしてるのかなっていうふうに、なぜその人がイライラしてるのか、その女性の立場になって考えてあげる。そうすると自分まで一緒になんかよくわかんないけどイライラするっていうことは防げると思います。で、お見合い相手全員が全員ですね、ニコニコあなたの話を楽しそうに聞いてくれる人ばかりではありません。不機嫌になったりとか、あなたの話を聞いてんのか聞いてないのかよくわかんない人とか、あなたが一生懸命質問を考えて投げかけているのに、はい、いいえでしか答えてくれない人も中にはいると思います。で、そういう人に当たったからといってまたイライラするんではなくって、あ、こういう人もいるんだなとか、まあ、ただ自分がね、質問して、はい、いいえだけでも答えてくれる、これだけでもありがたいなって思うこと、こういった心の余裕がなければ、なんだこの人はと、僕が一生懸命ね、質問してるのになんでこの人は全然喋ろうとしないんだ、本当に腹が立つっていうことでイライラしてしまうお見合いになっちゃう。で、そうするとモテない人になってしまうんですよね。それだけ心の余裕がなければ女性から好きになってもらえることってないじゃないですか。で、女性もやっぱりそういった気持ちに余裕がない人よりかは、ある人、そしてドーンと構えてる男性の方がかっこいいなと思いますし、大人だなというふうに感じます。あなたもこうやって婚活をすることができているっていうこの環境に感謝して、そして相手の立場になって物事を考えることができれば、モテない男性からモテる男性に変身することが可能ですので、ぜひ今お伝えしたこの2つですね、実践していただきたいなと思います。ということで、このチャンネルではですね、婚活男女に向けた最短期間で結婚できるようなノウハウだったりとか、私の実体験を用いたお話を実践形式でお話ししておりますので、長い婚活に終止符を打ちたいという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。